店員さん、タオルちょっと濡らしてもらっていいですか。タオル濡らして、ここ氷かなみたいな。氷。いいですよ、どうぞ。終わった瞬間にあのマイクを開けるんですけど、終わった瞬間は正直どうかな。いや負けたなって思いました。負けた。うん、いやもうこっちそのこの梨屋みたいに計算しながらできんで、ちゃんと戦ったっていうか、勝ったとか負けたとかわからんかったですね。最後セコンドに負けたって聞いたわけですから、そのぐらい自信なかったんですよ。何が基準で負けたんですか。いや、最後殴られたんで、いっぱい。で僕が早く終わらんかなってちょっとでも思ったんで。どうでしょう、こう、数試合と、なんか、充実感というか。めちゃくちゃ充実してますよ。あの、久しぶりに、あ、これ、ちょっときついなとか、心のそこからなんか嫌になる日が結構あったんで。今のタイミングでアートケアとか自分が強くならないどうにもならんっていう状態にこっちに行ったんで、はい、すごく距離がコントロールできてると思うんですけど、まあ、まあ最初に僕のポイント当てれたんで、しかも向こうがずっと面食らってないと思うんですよ。あ、思いませんでした。もっとタックルくるが、でも打撃もそんなに向こう強かったんで、あの宮津選手とかとやったり小一郎とやったりしたの見たら、あのできん範疇にもおらんので、どっちが当てるかっていう勝負してたんで気は抜けんなと思ってたんですけど、あ、展開そのものはああいう展開に、まあ、あのラッキーですよね。タックルもっと切れんかなと思ったより切れて、多分さっき自分の攻撃当たったのが全てだったと思うんですけど、はい、あと集中力ですね、自分の。今回その東京で、はい、リブ道場で練習してっていう、相当こう試合を見てて強みっていう部分で今までと違ってたと思うんですけど、その辺についてはまあ、あのリブ道場の結構前に来たんで、まあ、全てを含めてすごいいい練習だったり、いい環境とかいい人が周りに集まったりで、今日の結果があったと思います、はい、OK ですか。あ、たった今試合終わったばかりでありなんですけども、日本の大晦日から山について考えてちょっと何も考えてないです、はい、戦う準備はできてます、できてますっていうか、またちょっと休んで作ります。